イエーギャンスターギャンスターイエー大島来年の年末年始の休日はね、海外あったかい国で過ごしたいですね。はい、近所の松井中華料理屋でーす。まあ、今年は多分行かないと思います。はーい。なんかちょっと音がしたなと思って。おう、明けましておめでとうございます。昨日も挨拶したけどね。はい。大トロ中トロが2000円。はい、お年玉。お年玉。はい、どうぞ。どうぞ。いいでいたい。はい。はい、はい、お年玉。落とした。いらんの？いらない。いらん？うん、まあでも気持ちはもうあげたのでさ、気持ちなきゃ受け取ってよ。受け取りました。おばあさんお年玉いらんって言ったから、ありがたく僕が使わせていただきます。今からおばあさんがお雑煮を作ってくれます。おばあさんの雑煮の特徴は何ですか？本だし。はい、親戚からもらったお餅を入れます。レンジでちょっとチンしたお餅を入れます。うん、正月菜。正月菜と餅を入れます。かまぼこ、醤油、これで完成です。簡単ですね。もしもし。はい。はい、そういうことやね。よろしくお願いいたします。はい。いいが一番。はい、できました。あ、できた。はい。おお。雑談だそうです。週1回在宅勤務をする人に参考となったオフィス。いただき。うん、うまい。うまいな。うん。なんでだって手続きやで。うん、うまっ。うん。一つあるから違うな。香るぶどうの甘口ワイン、これがおばあさんにはねよくあったそうです。飲みやすいやろ。バナナ食う？食べん。食べん。じゃあ私食うよこれ。その時に例えば人と人に会う時に江戸時代だったら例えば都内が書かれた20代の男性会とか。おお。おるやろ。マッチングアプリに対しても緊急提言。1000万人以上が国内で実際これを食べました。よう食べました。よう食ったな、おばあ。新年早々おばあさんよく食べますわ。はい、今から土手に押し込もうと思います。今日作る土手には白味噌で関西風の土手にです。名古屋風ではございません。これね。どて、これ牛すじ、ボイルした牛すじをスーパーで買ってきました。はい、味噌入れます。みりん、醤油、おし、あ、ちょっと、うまそうやろこれな。あとはこれを弱火でじっくり煮込むだけです。はい、今日は時間あるんでいっぱい煮込もうと思います。ねえ、うちと夜のスマッシュバーザーズ、うん、やめる。リアリー？ OK OK I am very super technician I you know? Do you know? もう2時間か3時間ぐらい煮込んでますね。いい感じ、いい感じ。すんごい大阪の居酒屋の匂いがしますわ。最高は。
はい、初詣来ましたけど人が全然いなかったんでよかったです。この連休の間にね、串カツを食べたいなと思いましたんでね、ちょっとソースだけ前もって作っておこうと思います。料理する時の基本的なポイントは、砂糖は思っとる場合じゃ、料理は甘けりゃうまいんじゃ。カントリーカントリーカントリーマン、イエー。金卓が車なんてコマーシャルやってる、デイデイヘリアだな。昨日食べたカニ鍋の残りでカニ雑炊を作って食べたいと思います。いた、はい、できました。カニ雑炊と土手煮です。土手うまそうやな、これおば。この土手うまいぞ、多分よう煮込んだ。はい、おば雑炊ね。こんにゃくいいな。うん、こんにゃくちょっとどうや。レムさんがさ、うん、こんにゃくをさ、40日、うん、40時間煮るって。あ、ほんと？これ3時間ぐらいしか煮とらへん、ダメやな。でも味染みとるやろ、そこそこ。うん、僕は唐辛子いっぱいかけた。うん、うん、やらけえな、うん、とろっとろやな、うん、うまい、こんにゃくは。うん、こんにゃくもうまいな、うん、これ成功やな。カニのいい匂いがするぜ。あ、温まるな。あー、ランクレた。ノフトになってきた。昼でもするか。おかゆ言うてよ、安坂は何にも言わすとパパ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 パッと食べて、おめえとマジねとも言わへん。そりゃそうやろ、黙秘、完全黙秘ですから。そうや、余計なこと言うと怒られるから。うん、あの性格やで。おもはんであれから34か5や、今度6になる、2月で。えぇ、敷島ピーチャーだ。フェミリー。ああ。私は米沢牛のトミーって言われた。はい。勝島氏を一致。美味しいかい。大好きなので、はい、分かる気がします。はい、はい、うん、うまいな。牛肉は当然やけど、鹿のお肉とかどうですか。奈良で見たことしかないです。生まれる中、選ぶと。あら、何が分かるって、スタッフさんもガッツポーズしてる。 A はちょっと。はい、じゃあおばあさんおやすみ。はい、おやすみ。まあ、明日来るまでご飯食べしとる。おう、マチェスープ。お湯を切った後にこういう棒でこうやってね混ぜるとね、麺がねっちゃねちゃになってより美味しくなりますからね。
今日はちょっとねダラダラ過ごしちゃったんで、まあ明日からはしっかりといろいろ動画の編集とか頑張ってやりたいと思います。